藤和恵ですとは。ウイスキャン、では3回ですか。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ね、結構いいデータが出てまして、まあ、体重が大体 7.5 キロぐらい、はい、それから、腹囲がね、10センチぐらい、はい、で、まあ、確かに皆さんもそうだと思うんですけど、50歳を過ぎてから痩せていくって結構大変なことなので、はいはい、すごい頑張れるんだなと思います。はい、ただまあ僕自身は60歳になっても、まあ、50歳、60歳ってなってもずっと痩せてる人は自分も含めてどんな人かってまあ研究はしてるんですけど、実際には努力とも思わずにもう習慣づけてしまって当たり前のようにこなしてるだけの人たちがやっぱり体型を保ってる人が多いと思うので、はい、まあ今この3ヶ月でね1キロぐらい減ったってことは、このまま継続していくともうちょっといけると思うので、あ、分かりました、ぜひ習慣づけて、はい、頑張ってください、はい、筋トレ頑張ります。そうですよね、はい、まあ、筋トレね、女の人は筋肉つきにくいですよね。つきにくいんだけども、やっぱり動かしてる人の方が長生きするとも分かってるので、はい、今後もただ血液データはだいぶ良くなったらしく、あ、そうなんですよ、はい、なんか全部のデータが前よりも良くなってるって言われますね。じゃあまあやっぱり健康的に痩せるっていうのが一番すいません大事だと思うので、はい、まあ、今後も健康に気をつけながら習慣づけるようにしてください。わ、はい、かりました、はい、でもだいぶスッキリ、そうですね、まあ、なんか久しぶりに会う人はもうみんな痩せたねって言われますか。あ、本当ですか、はい、そういうのも原動力につながらね、今度も頑張ってください。頑張ります。でも本当にお疲れ様です。あ、でもまあ継続なので、そうですね。ね、はい、1年後ももっと痩せてる姿をお互い、はい、会いたいですよね。頑張ります。どうもありがとうございました。